もともとこのお家ってね、元があるんですよ、うん、あ元の元が、つまり宮崎駿が戦争中、うん、要するに群馬に疎開するんですよ、うん、でその時の疎開先の家がここだったんですよ、うんうん、でそこが和洋折衷、なんて言ったって彼は昭和16年生まれですからまだね4歳、だけれどこの和洋折衷がですね、その時からトラウマになってるんですよね、うん、だからその後、まあ、日本の近代化っていうのは和にね洋をどうやって取り入れて、うん、じゃあどうやって作るかだったんだけれど、うん、彼の作るものって全てにそれがある、うんうん、実を言うと物の考え方もそうなってて、でもちろん建物もそうなる、うん、なんていうのがあるんだよね、和洋折衷、うん、多分2005年に愛知県で開催された愛・地球博、そこに展示されたのが宮崎監督作品隣のトトロに登場した日下部家をリアルに再現したサツキとメイの家。あれあの子供の頃ね、お風呂焚き版だったんですよ。私も小学生の頃お風呂当番で薪で焚いてました僕ずっとですよ、ああ延々お風呂を沸かすのは僕の役割で、中村さんがこういうかまどは初めてを作られた。そうですね、この時は京都の方から職人さん呼んで、かまどとこのお風呂ですね、ちくろって言って炉を作る、あの貴族って書きますけど、ちくろ職人の方ですね。改めて見るといろいろ面白いですね。で全部使えるように作ってあるので、うん、まああの開機前とか、それこそ鈴木さんあのいらした内覧会の時にもここあの火くべて、あのお味噌汁とか作って、うん、でおにぎりも作ってっていうようなことをやりましたけど、まあこのサツキとメイは関東に建ってた家だし、まあ柱も杉でしょうということで杉を使ってますよ。で杉柱はちょっとヒノキと比べて柔らかいので、あの太めに使うのがやっぱりセオリーとしてはいいのかなっていうところで、あとはここの階段で、このあこれがねえの、こういうの、どうなってるんですか、急で本当だわ、これはこれは、あこれはあ、どんぐりがあるんですか、そう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 、この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 、ちょっと失礼します、はい、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫大丈夫お願いします、大丈夫、あのどんぐりが置いてあるからあの大丈夫どうぞ、やっぱこの辺がいいですか、怒ってきた、あ、どう、あ、やめたやらかと思いますよ、今こういう棚も、え、すごい、すごいこれがここですよ。すごい。マクマクロクロスケが目に見えてるね。あれ取っといて。ブスってやった時にブワって出てくるやつじゃない。本当に普通の家ですよね。そう、そうですね。で夏になるとこの辺の襖は外して、あのそう物入れに入れて、そのミス、あのすだれに足して。これはそれがさっき言われるとここが気になる。これ毎日やるんですか、これは、はい、あのスタッフの方が毎日やってて、もうかなりこれ10年使って、これはやっぱり来ましたね、できてるので、まあ今度そのだから僕、はい、雨戸のねこっからの、ね、なんていうの出し方、子供の時に練習したんだよね、ちょっとこうやってやるとかね、はいはい、そうですね、ちょっと開けてる、家によってはここに窓がついてる、ああそうですね、四角がね、はいはい、今はアルミサッシでかなり、うん、音もしない静かな、カタカタは釘の音だったね、うん、カタカタ釘とあとは戸車の音ですね、あれ故意的に作る歪みと、やっぱりもうこれ
こういうガラスはもうその時代 この精度しか出なかったっていう製品なので、うん、そういう意味ではもうやっぱりあの作ってもらうんじゃなくて あったやつあるものを探しましょうということ でかなりどうだろう総枚数1000枚ぐらい集めましたけど、その中でやっぱり歪みの大きいものをあの寄って使ってます。あ、そうなんだ。そう、まあ今作られる家っていうのは多分これベニヤとか使ってないですけれども、ベニヤがその100年は持たないでしょう。のりの経年変化とかね、材質っていう材質の面は一つにありますよね。であとはその直せるように作るのが普通だったんですけども、今は直すようには作られてない。普通の住宅メーカーで作る家っていうのはそのもうできた時にまあそれ、まあ、最高でまあ年が経っていくとだんだんとこう壊れていくっていうような家を作っていくので、まあでも壊れてしまったら壊して建て直すっていうような作り方をしていますよね。まあそういうやっぱり、うん、まあ昔 その家だけじゃなくて いろんな道具とかいろんなその日常使うものっていうのはみんなあの直すことが できたと思うんですけれども、あのそういう直すのを前提としないものづくりに変わってきたっていうことですよね。その辺の考え方の違いがすごく大きいなと私は。直しながら使っていくっていう発想がないってことですよね。うん、壊れたら捨てちゃう。古くなる、悪くなる。はい、はい、そうですね。だから古くなって味が出てくる。これはそうです。言われるように、宝物になってくる古くなることですごく味わいがあって、真逆なわけですね。いわゆる資産価値と言われる価値も出てくると思うんですけれども、建築法の悪用っていうのかな。うん、いろんなところね、自分で面倒見ながらね、長く使っていくっていうのは。ね、残念ながら今この瞬間は消えちゃってるから、うん、でもいろいろやってると再びそこ行くんじゃないか。多分やっぱり そこが多分一番のキーポイントで、やっぱりその生きていく上ではやっぱりその直すっていうこと抜きにしてはこう生きていけないような気がするんですけどね。その中でも私は大工としてその家を直すっていうことを、まあ、今日もあの見てもらった古い家でもう壊してもいいぐらいかなと思うようなものでも直してそれなりに使わ、ね、得てこう家の命が伸びていくものなので、うん、普通に使い続けていればそんな50年や100年やもっとそれ以上長持ちしますよね、うん、使っていくというのはそんなに極端に特殊なことではない。だから日本全体が なんていうのやっぱり大衆消費、うん、つまりね新しく買い直すっていうのが60年代から、うんはい、なんかいろんな分野でやってついにそれは家までたどり着いちゃったわけでしょ。そうですね。そうするとその大衆消費がどうもそろそろ終わりかけてるから、うん、そうするともう一度ね、要するに家ももちろんのこと自分の身の回りにあるもの、うん、それを長く持たせように行くに決まってるって僕は思ってるんですけどね、うんうん、でも、ね、一方でねもうすごい年月、はい、残ってるやつがあるわけじゃないですか、はいはいうん、そうある年輪のね、うん、あの木を使えばその年輪の分だけ持つみたいな、はい、発想とかね、はい、そういうのはやっぱり面白いですよね、うんうん、だからそういうことで言えばコンクリなんて基本的には60年なんて言われてるわけですよね。あれ、うん、多分もっとその短いですよね。短いよね。そうすると実を言うと木の方が長く持ちますよね。それはもうあの明らかにそうだと思う、うん、だからね樹齢100年だったら100年持つし、うん、200年だったら200年持つ、うんうん、まあそれとねまあそれは大昔そういうこと言い出したらキリがないけれど、うん、釘を使うのか使わないのかとか、うん、それはもうしょうがないですけれどね。本当にあの、ね、今回あの杉さんをお呼びするきっかけも そこなんですけれども、うん、やっぱりそのどんな家
それはいろんなエネルギー消費の多い家少ない家いろいろあるとは思うんですけど、どんな家に住もうとしてもやっぱりその住む人のやっぱ権利だと思うんですよね。でそれをこう法の網の中でもうこういう家に住みなさいって言われてしまうことがちょっとなんか腑に落ちないというか、余計なお世話ですよね。余計なお世話なんですよね。でそういった法律がもう着々と準備されてるっていうことすら一般の人っていうのは知らないですよ。知らないんで、2020年でしたっけ、2020年、もうあと2000年20年になると、はい、いわゆる木造の家を自由に建てられなくなるんですか。木造の今普通にあるこの家は建てれないですね、うん、もう法律。それってどういうことなんですか、なんで建てられないんですか。要はその省エネ、新しい省エネ法の中で、はいはい、エネルギー消費の少ない家を建てましょうという、はい、まあ、大目標があって、でそういった家というのはどんな家かというと、まあ、簡単に言ってしまうと断熱材でくるまれて、そういう冷暖房費がかからない、そのまあ、こういう建具もアルミサッシのこうペアガラスの、もっと言えば多分樹脂とかを使ったその熱伝導率の低いそういったものを使ったこういったものを作るのにはすごくエネルギー消費がかかる素材なんだけれども、それを数値化して網をかけようとしてて、バカですね、もうあとは 2x4 なんでしょ。まあそうです。で窓が当然そういう、エネルギーロスがこういう開口部は大きいので窓が小さくなっていきますし、それを数字で全部折っていくとどんどんこう閉鎖的な暗いというか風で通しの、そうと言ったらみんな病気になっちゃうじゃないですか。うん、そうですね。でそういう家もあってもいいとは思う、それを建てる人もいてもいいんだけども、まあね、そうじゃない家が欲しいよっていう人はその法律によってその家が建てられないっていう状況になりつつあるっていう。それ2020年実施なんですか。2020年に施行される予定。じゃあもう法律はできてるんですね。法律は、ほぼできてる。対抗的なものはできて、あとはその数値をどうしようかとかっていう、大きな建物にはもう実施されてるんです、うん、住宅のレベルまで降りてくるのがそこ、うん、それに中村さんは反対をされてるんですね。反対、そうですね。私やいろんなそういったこういった木の家を作る仲間たちはおかしいんじゃないかって、おかしいですよね。もう基本的人権の侵害だろうっていうぐらいの感じではあるんですけれども、うん、なんかどうぞ大江さんもこっち来てください。でそれを進めてるのがその国交省ではなくて、その経産省、はい、経産省なので、その辺が話が通りにくい。そうです。経産省と国交省が、まあ、こう両方が入って作ってきてて、まあ、主導は経産省です、ね。うん、それだけど建前としては省エネなんですよね。そうですね、まあ、原発どうするとか言われてるし、ですから省エネって何かというと根本は CO2 の問題なんです。ああ、CO2 の問題なんだ。はい、CO2 から来てる。それをどうやって減らすか、うん、そうです。それを住宅に網をかけてきてるんですね、うん、数字として。そうです、少しでも数字が欲しいわけですね。国としては CO2 の数字が欲しいわけです。言い訳っていうのが設置しやすいんですよね、うん、それどうかしてますね、うん、でも何も使ってない、エネルギー使ってない人にまでかけるわけです、うん、こういう暮らししてればクーラーいらないんですけれど、うん、クーラーが省エネのクーラーをつけた方がいいっていうふうになっちゃう、うんうん、ちょっと聞くようかな、はい、もう一つ高断熱、高機密、どうぞどうぞ、もっとこっちに来て、もう一言言いたいと思う。高断熱、高機密っていう話があって、要はこの水分の多い国で要はラッピングしちゃうような、そうです、ビニールハウスみたいな。それで断熱性能と合わせて省エネ性能を測ろうとしてて、で一応結論の問題だとか、うん、それは健康にもつながるわけですけども、うん、カビとか生えますし、うん、そういうことがもともとだと土壁使って吸放湿性があって、うん、こう日本のこう風土に、ね、合った形のものがあるわけなんですけど、それを全部捨て去ってその省エネということだけで、まあ、くるんで、水分のことはなんか困ったなっていうのが今 の、 建築の土壁の家を作っても外に断熱材をつけなさいということになるんです。で土壁はもう断熱としての評価がないので、うん、ただただ熱の話だけで、本来はダムの役割をしているわけですよね、今の話でいくと、うん、給放湿性っていう、
中では、うん、であるいはまあ蓄熱とか蓄冷とかっていう効果があって、はいうんはい、今日はあのね、うん、あのやっぱり涼しいじゃないですか、うん、それやっぱ蓄冷効果があったりとか、はい、夏だったら、うん、そういうことが蓄えるってやつですね。そうですね、そのいい熱容量がそうです、ね、はい、だから夏暑いあの外からスッとこう家に入ってくるとその窓を開けっぱなししてなくてもこうやっぱりヒヤッとこう熱をこう肌から奪っていくっていうあの効果があるの で土壁っていうのは断熱材だけではなくていろんなそういったあの効果があるその壁のインシュレーションなので言われてますよね。それをその断熱っていう一つ あの機能の物差しでダメですって言われちゃってるんですよね。そういくとやっぱりその防火機能もありますし、うん、それから遮音もありますし、うん、今言った湿度の調整、うん、調湿っていう機能もありますし、うん、それからまああの構造体としての機能ももちろん非常に、うん、あのこの木造の家には土壁が、うん、あの耐震のためには必要な、うん、あの部材なんですけれども、うん、残念ながらね、まあ僕なんか東京に暮らしてるせいかもしれないけれど、みんなそういうことに対して鈍くなってるのも確かなんですよ、うんうんうん、だからまあ僕なんか変な話ですけどね、まあ、自分でマンションとかね、うん、そういうところに事務所も持ってるし、うん、家も事務あの、うん、マンション、うん、そう何やってるかっていうとね、必ず窓を少し開けとくんですよね、うんうん、俺とこれね、夏だから開けるんじゃないんですよ、実は冬も開けてるんですよ、うんうん、でないと気持ち悪いんですよ、うんうん、これでね、それでもこもるものがあるから、うん、もうある新しい部屋に入ると、うん、すぐ空気通さないと気持ち悪い、うんうんはい、だけど残念ながらみんなそこがね、はい、鈍くなってきてるんですよね、うんうん、それも一方のね事実なんで、うん、これどうしたらいいですかね、うんうん、もうそれを本当にやっぱり基本的さっき人権っていう話があったけどこれ居住権なんですよ、うんうん、居住の権利っていうものがあって、うん、で文化的でアイデンティティが、うんをのある暮らしをしてはいけないことになっちゃうんですこれから、うん、それをでも国連では認めてるんですよ、うん、そういうものをしましょうということで日本も賛同してるんだけど、うん、それを今認めない方向に行くということになるので、うん、我々はそれをなんとか認めさせようという運動を今してるんですけれども、うんうん、だからこういう大きな開口部が取った家はもう建てられなくなりますよ。あの絶対計算したら合わないんです、うん、外皮性能の計算、サツキとメイの家ですね、うんうん、だからもう2020年になると不存あ既存不適既存不適格っていうことになって既存不適格住宅です、うん、でこれ大問題じゃないですか、うんうん、でもそれは日本中の多分今の建物は全て既存、うん、ほぼ既存不適格になる、うん、だけどそれをもう準備してるのは全てハウスメーカー、うん、これ作ってる法律を作る準備するのも全部ハウスメーカー、うん、でこれが施行されたらうちはちゃんとそれに合致してますっていう商品がピシャッと出てくる、うんうん、そういうシステムです、うん、それでちょんちょん付きのプレハブが山のように作られる、そうです、そうですね、日本中どこ行っても地方性のない、うん、同じような判で押したような建物ができる街並みができていくわけですよ、うん、全くないですよね、地方の文化的な文化性とか、ね、乗っけるだけですもんね、うん、そうです、であと暮らし方がもうガラッと変わってきてしまうということがやっぱり問題かなとは思いますけどね、そのもう、火鉢やこたつだけでいいよっていう暮らし方はダメです、選べなくなる、うん、って言われてしまう、選べないんだ、うん、扇風機ぐらいでエアコンつけないよっていうのも、うん、認められないっていうか、僕なんか冬なんかマンションの中で火鉢なんですよね、うん、これなんか大問題なんだそういう法律的にはそうなってこれでみんなね、でも本当は高気密高断熱のところで火鉢じゃやっぱりあの一酸化炭素中だから、みんな面白いですよ部屋入ってくるためにみんなびっくりするわけですよ、これ火鉢ですかって、あの一酸化炭素だ、まあ、いい炭を使うっていう、やっぱりいい炭買ってきてるんですけどね、だからまあその時でも実を言うと窓開けてるんですけどね、そういう暮らし方もそういう本来はその自分でその環境を察知してどうそういう暖房器具とかどういう空間にした方がいいかっていうことを考えて調整するのが普通の人間の生き方だとは思うんですけども、そういう能力すら奪おうとしてる、全てエアコンでボタン一つでっていうようなことで、なんかそういうことで言うと
いろんな人が声上げた方がね、うん、そうもう上げないと本当に、各建築家の中でもそういう近代建築やってきた方の中でもね、やっぱり戻るところはそっち、それから海外から来た建築家もやっぱりなんで日本はこんな素晴らしいものがあるのにみんな評価しないんだって、うん、いうことですね。これ由々しき問題ですよね本当は、うんうんうん、だからもう全然そのね、大工さんたちが主張してね、自分たちの好きな家なんか作れなくなってくるっていうかね、ただね、なんていうか一矢報いるっていうのかね、その、そういうのに、そういう時代に抗うっていうのか、うん、僕なんか変な話ね、今、まあ、マンションの部屋がね、少し多めにあるんですよ、うん、そしたら実を言うと、一人の大工さんにずっと面倒見てもらってるんですよ、うん、つまり何が言いたいかっていうと、一軒の家じゃなくても、うん、マンションでもそういうことはできるんだっていう一つの所作、うんうんうん、でもそれってすごく大事というか、うん、私がこれからもう私50なんで、うん、まあ、次の世代の 大工を、うん、見てて、で、うん、こういう仕事をやりたいんだけど、そのもう大工さん個人で仕事を受けてやるっていうことが非常に難しくなってきてる、うん、でまあ、それは個人の問題ではなくて制度的に、うん、よく分かりました、はい、いろんな会社っていうか組織にならないと仕事を受けれなく なってきてるので、その辺がやっぱりあのいい家、こういった家を作るためにはやっぱり個人が個人のお客さんからあの頼まれて、うん、その家の面倒を見るっていうシステムをもう一度見直す時期でないかなと思ってます、うん、で、そういう、そうですね、まあ、今ちょっとそれを頑張らないとなんか本当にもうつまんないハウスメーカーの家ばっかりに埋まってしまう、で大工さんはそういうメーカーの家の下請け、うん、っていう図式にどんどん流されていくような気がするので、僕のおふくろの親父、つまり僕にとってはじいちゃん、もう左官屋さんだったみたいなんで、はいはい、そうするとね、身近なところでそういう仕事を僕なんかも見てきたんですよね、うんうんうん、それがどっかに組み込まれてね、これは何々屋さんがやるからって、さっきの話でリフォーム屋さんが来てリフォームやる、嫌ですよそんなの、うん、やっぱりその職人がお客さんに頼まれてあの現場入るっていうことで、職人が作る喜びを持ってそのあの現場を回せるのと、そうじゃなくてなんかブローカーみたいなその 業者の下請けで入ってお客さんと話もできずっていうのでは、できるものが全然違うと思う。だから僕のつまんないことで言いますと、この間うちね、あの各ベランダにね物置が置いてあるんです、これ木製なんですよね、そしたらね数年経ったらみんな雨漏りなんですよ、うんうん、そうこれをどうするかっていうのは結構大問題で、うんうん、ほんで僕は屋根を作れって言ったんですよ、うん、屋根作って、ね、うん、そしたらいやこれいくらやってもダメなんじゃないですかっていうのをね、うん、説得して屋根作ってもらったんですよ、うんうん、そしたらいい物置になったんですもんね、うんうん、やっぱそういうことじゃないかなって気がするんですよ、うんうん、だってね、それこれ何もうこれ以上持たない、じゃあどうするのって言ったら、また新しく買いましょうって言うから冗談じゃないって言ってね、うん、やっぱそういう問題だからな、わ、うん、かりました、